プロの作業現場に完全密着。ランクルチャンネル号修理レポート。難関オフロードコースに果敢に挑戦し続けるランクルチャンネル号の車両状態に異変。まさかの緊急入庫。今回カメラが修理の現場に潜入。ランクルチャンネル号が元気になるまでの修理の一部始終を全部お見せします。今回チャンネル号の修理をしていただくランクルベースさん、東海特捜車さんに撮影をご協力いただきました。チャンネル号をよろしくお願いします。ランクルチャンネル号のエアコン不具合がありましたので、今からちょっとそのエアコンのところの不具合の箇所を探すためにチェックをしたいと思います。まずはエアコンの状態を確かめるためにマニホールドゲージを使用し冷媒圧力を計測します。現在のメーターのゲージです。右側が高圧、左側が低圧です。右側の高圧が1パスカル切っているので、本来なら1から 1.5 あるのが正常です。低圧の方も 0.1 以下になってますけど、本来なら 0.3 ないといけない状態だということです。青いキャップをついている方が低圧、赤いキャップをついている方が高圧です。ガスがない状態はこんな感じのことです。これで今ガスチャージ中ですね。はい、こちらの青い機械が検知器です。これで音が鳴るのを確認しております。漏れがあると検知して音が鳴ります。もう一つはこの蛍光剤入りってやつ、こちらを入れてあると漏れているところにブルーライトで反応して光で漏れているところが色が出てきます。はい、今から漏れを探します。ハイモードでは反応するけれど、ミドルだと反応はしない。うん、サイトグラス自体がカシミでハマったんですけど、うん、でオーリング多分なんか使ってると思うんですよね。そこが劣化してる可能性。ガス漏れしている可能性がある箇所をブルーライトでも調べます。外の液が。そうですね。出てるはずなんですが、それが反応ちょっと、まあ、見えてないだけかもしれないです。とりあえずちょっとここは保留で、まず1箇所。続けて他のガス漏れ箇所を調べます。あとは大丈夫ですね。続いて車の腹回りの配管もチェックしていきます。下回りは今付け根のところがちょっと怪しいところがあるって感じですね。ブルーライトの方で今から確認したいと思います。こっちもあれですね、造影の方ではあんまり出てる感じがないですね。微量な量なのかな。検知器では若干反応しますが、上の方ではちょっと見られないかなっていうのは、漏れが微々たる少ない量なのかもしれないです。さらに車内の吹き出し口からのガス漏れがないかも調べます。 100% ではないんですけど、漏れてれば意外とここから反応が、今少し風を出したんですけど、今リアのブロワーの方でスイッチを入れて風を出すことによって漏れてればここから反応するっていうことですね。はい、でずっと回しちゃうと中の空気がきれいになってしまうんで、うん、そうするとガスが反応なくなっちゃう。だから最初の一発目の出るところが一番反応が出やすいってことですね。エバポレーターこちらにあるんですけど、一番エバポレーターから近い吹き出し口が一番反応が出やすいので、風を出して反応を見る、ガスが漏れて溜まってればこれで反応が、これがもっと反応が出るってことですね。今リアとフロントと両方とも一応反応を取ったんですけど、はっきりとした漏れは、まあ、漏れはないということですね。今リアもフロントも吹き出し口からの確認できないということですね。はい、でこちらが後ろの中で、この中にユニットが入ってる模様です。でここをバラすとなるとまた元に戻るかという、なので余裕があるんであれば時間を置いて吹き出し口からの反応をこまめに取る。ここの出口はそこにしかない、そこにしかないですね。あと水を外に出すドレンっていうコースがあるんですけど、その2箇所しか出口がない、出口がない、そこでちょっとでも反応があるんだったらバラして中を確認。とりあえず今現状としてはエバポレーターからの漏れは可能性としては低
低い、低いかなですね、エヴァポレーターはね、はい、あ、それがドレンですね、はい、もう一つの出口って言ったときで、こちらからガスが下に降りてくるか、さっきの吹き出し口からガスが漏れるかってことですね、はい、それがあればエヴァポレーターから漏れてるってことで確認ができるんですね、はい、漏れ量としてはちょっと少ないかな、あ、はい、あ、これで検知器の音が大きくなりました。なんでここは配管の接合部分のところから漏れてるってことですね。リアの、あの低圧のところから漏れてるのを確認できたので、今から中の方を外したいので、もう一度エアコンのガスを抜きます。今からリアの低圧の配管のところの部品交換で修理したいと思います。やはりこちらも古いのと、ネジがもう劣化してるのと、腐食してるのと、錆びてかなり硬くなっています。無事ボルトは取れましたね。こういうところは、うん、漏れ箇所としては低圧側がメインかなと思うんですけど、やるなら同時に高圧もっていうのが基本なんです。ああ、そういうことなんですね、うん、漏れてるとこは低圧ですけど、場所的には高圧もそれなりになってるんで、一緒に同時に変えた方が作業的には効率がいいってことですね、うん。より硬いんで外しにくい。こちらが今取り外した悪いオーリングです。大きい方が低圧、細い方が高圧のオーリングです。かなり硬くザラザラとしてる感触です。今から外したところを拭いて掃除するところです。上の大きい方が新しい低圧のオーリング、上の右側が新しい高圧のオーリングです。少し比べるとゴムが若干大きくなっているのが分かると思います。ただ触ると硬さはもう全然違います。かなり硬いです。新しい方はやっぱりまだ柔らかいです。新しいオーリングを取り付け、そしてボルトも新しいやつにして、ただいま取り付けをします。これで無事右側の高圧、左側の低圧とオーリングが新しくなりました。取り付けボルトも新しくなりました。これでこちらの漏れは解消されます。やはりこの周りがこんだけ砂とかで汚れてると、サビが発生しやすく、またいつまでも残ってるのでサビしやすいので、オフロードした時もこまめに下回りは洗車した方が車のためにも良いような感じです。こちらが漏れてる高圧のレシーバーのグラスのところです。今からこちらの方をちょっとバラしていきたいと思います。チャンネル号のレシーバーはピンで刺さって止まっている状態になっていて、それをさらにネジで固定しています。ですがネジが曲がっていて外れず、さらにピンだけの状態になっても取れないくらい曲がっていました。なので今回はフロント部分を外し、レシーバーの接合部分を壊す形で対応しました。無事レシーバー外れました。こちらが取れたグラスのついた方の配管です。見ての通り上は今のネジの折れたところのネジのところはネジが切ってなくてピンが入ってるだけなんですけど、それでもこれだけ抜けなかったのでかなり苦労しました。レシーバーの中ももう真っ黒です。こんだけ汚れてました。取り外したレシーバータンクのブラケットを磨き、塗装してきれいにしていきます。こちらが取り外した悪いレシーバー、こちらが今回つける新しいレシーバーです。そして新しいボルト2本こちらに付け替えていきます。組み上がったレシーバーを今から新しくオーリングをつけたところに装着していきたいと思います。これでレシーバーも無事つきましたので、リアの高圧低圧の下回りのオーリングの交換とレシーバーのところのオーリングの交換が終わりましたので、ガスを入れる前の真空引きというもの作業にかかりたいと思います。
だから真空引きです。普通の乗用車の場合は15分から20分もしくは30分というところなんですけど、この車はリアにもエアコンがついているのと年式が古いためちょっと長めの 3,40 分ちょっと真空引きをかけて真空状態にしたいと思いますので、そのぐらいの時間がかかります。真空引きをすることで冷暖房効率の向上、空気や水分を除去することで冷媒が正しく循環し、エアコンが最大限の効果を発揮します。また水分や不純物が配管内に残るとコンプレッサーなどの部品にダメージを与えるリスクがあり、結果として高額な修理が必要になる場合があるので、真空引きは欠かさずに行います。真空引きが終わったので今からガスを入れていきたいと思います。続いてエアコンガスの量を調整していきます。エアコンのガスは入れすぎても逆に効きが悪くなってしまいますので、ガスを補充しながら専用の機械で適正量になるように調整していきます。今回手前のエアコンベルトも新品に変えております。こちら今回のランクルチャンネルのクーラーベルトの悪かったベルトを取り外したので撮影しております。見ての通りこんな状態でひびが入って痩せておりました。なのでベルトを変えました。これによってコンプレッサーのベルトの当たりが強くなったので、コンプレッサーの力がベルトに加わってエアコンが効きが良くなります。家としては今のこの圧力で全然涼しくなってます。おそらくこれが圧力が上がってしまうと逆にこの温度が上がってしまうので圧力が上がって、これが適正の量だと思います。リアも冷たい風が出てエアコンはよく効いております。チャンネル号のエアコンの修理が完了ということで、ランクルベースと東海特装車のメカニックの皆さんありがとうございました。でもまだ修理は折り返し地点。実はチャンネル号のエンジン周りにオイル漏れが。次回もお楽しみに。ニュース速報です。トヨタ公式ファンコミュニティランクルズが会員を募集中。急げ